結構今回みんなね、父木山の名前新しいのあるんじゃないかってワクワクしてる人いたけど、ちなみにその話全く考えてなくて、してないですけど。してないね。だって私は運営にダメってまだ言われてないよ。でも私は私とマリンちゃんがもう言われてるから、うん、そうだよ、言い逃れできないよ。父木山はセーフな可能性ない。父木山もダメって言われた。父木山ダメって言われたよ。もうあれじゃない、もう父がダメだから。父がもう全く悪い父がいるようだな。違う、父ともケと山が合わせることが問題なんでしょ。組み合わせがダメだな。でしょ、悪い父、やっぱり父が悪いんだ全部。いや、毛も良くないよ。毛はいいだろ別に。毛が挟まることによってより良くない感じになってるよ。毛はあるに越したことないって言ってた。人によるけど。それはちょっと喧嘩になる可能性あるよ、その話始めると。やめるか、やめるか。いや、そう、でも名前がマジで浮かばんから、そのうち考えたいけど、このままうやむやになって使い続けらんないかな。Q とかつけとけば、なんか変えますよっていう意思だけ見せとけば、そうそうそう、バレへんのちゃうか。本当だ、ただ表記してもらえないだけだよ。そうそうそう。バレへんじゃねえかな。もういいやん、浮かばん。本当に前ちらっと言ったけど、ちげやまぐらいしか浮かばん。父を消す。ああ言ってたね。まあ、ちげやまはまあまあありだよ。というわけでね、はい、集まってからもその話を一切してないぐらいには何も考えてなかったです。忘れてた。忘れてました。いや、まあまあ一旦まだ父木山って言ってて、うん、じゃん。そう、父木山って言ってるけど、ちゃんと、うんうん、変える気あるし、何より私は直接言われてないから知らないって言ったら通る、うん、でも私聞いてないんですって。そうね、あんちゃんは言い逃れできる、うん、そう、うん、他2人から言われなかったっていうから。そう、私たちも別にね、言う分にはいいんだよ。ただ表記してもらえないだけ。うん、そうだ。あ、じゃあこの3人でなんか公式の何か出ても書いてもらえないってこと。そう、アンジュ、ユイ、ハヤマみたいな感じで書かれる。ポロポロ。やだ。実際父山もそれやられてるから。うん。あ、そうなんだ。そう、ね、嬉しかったです。またやろう。今日はありがとう。ありがとう。名前の件また考えよんな。考えよ。いや、マジでどうしようね。まあ浮かばないんだよな。しげま運転。父ゲマ運転、父がダメか。父ゲマ運転。なんか進化してない。マリンちゃん要素がマウンテンになってるけど。え、山、いいよ山で。父ゲがセットでいるのがさらに良くない。なんで良くないとこ残ってんの。私だって別に毛になりたかったわけじゃなかった。てか、なんで毛なんだったっけ。早間な気がする。やめましょうよ、そういうの。違ったっけ。望んだわけじゃなかったような気がする。でもなんか、でも、うんうん、記憶の中で葉山が父木山を反対してた記憶もあるんだよな。なんだこの記憶。確かに授乳山じゃなかった。授乳山はダメだな。なんでその時にいいと思ったんだろう。なんであの頃のテンションが分かんない。でなんか揉めた気がするな。なんかマイクラ前かなんか忘れたけど、なんかそうマイクラ冒頭に揉めた気がする。父木山は与えられた名だったことは覚えてる。与えられた名。誰がこの名で産んだみたいな感じが。こう、私だって毛にはなりたくなかった。もっと可愛いいいのが良かった。でももう何年もこの名前でやってきたから、自然ともう慣れた自分これ、うん、よし、まあ、というわけで今日はこれで終わりましょう。ありがとうございました。また年内にやるんでね、楽しみに待っててください。はい、またね。じゃ最後の挨拶にしよう。この父毛山の父毛山の父とみたいなやつ。あ、最後の追悼しよう。おい。悲しいな。最後か。じゃ父からどうぞ。それでは父毛山の父ユイソシエルと父毛山のゲ、やだな、アンジュカトリーナと父毛山の山はやまマリン、おつやや。おつや、最後だし、まま言葉のままおつや。父毛山が死んだ日。父毛山が死んだ日。命日9月14日。ありがとうございました。また新しい名前でお会いしましょう。さようなら。またね、配信終わります。さようなら。悲しい。